ぶ「入道小国の憐れみたまう上は、教授の上下、老いたるも若きも、機械ヶ島の留人の歌とて、口ずさまぬはなかりけり、さても千本まで作りたりける外場なれば、 さこそは、ちいそうも、わりけめ。さつまがたより、はるばると。都まで、伝わりけるこそ。不思議なれ。あまりに、思うことは。かくしるしあるにや。いにしえ、漢王。故国を、せめられけるに。はじめは。 李正慶を大将軍にて三十万に向けられたりけるが、漢王の戦弱く、故国の戦い怖くして、漢軍皆打ち滅ぼさる。余すさえ大将軍李正慶、古王のために生け取らる。次に、 祖父を大将軍にて五十万儀を向けらる。なお漢の戦弱く、恵比寿の戦い怖くして、官軍皆滅びに蹴り。つわもの六千四人生けらる。その中に大将軍祖父をはじめとして、宗とのつわもの 六百三十四人すぐりいだしていちいちに片足を切って追っ放つすなわち死するものありほどへて死ぬるものもありその中にされどもそぶは死なざりけり片足なき身となって 山に登っては好みを拾い春は沢の根ぜりを積み秋はたずらの落ち穂拾い何度してぞ露の命を過ごしける他にいくらもありける狩り度も祖父に見慣れて恐れざりければこれは皆我が故郷へ通うものぞかしと懐かしさに 思うことを一筆書いて「相構えてこれ漢王に奉れ」と言い含め狩りの翼に結びつけてぞ放ちける「海外しも頼むの狩り秋は必ず」 しより都へ来たる者なれば、菅の正帝、正林苑に御遊ありしに、夕ざれの空薄曇り、なんとの物哀れなりける折り伏、ひつらの狩り飛び渡る、その中に狩りひつ飛び下がって、斧が翼に結びつけたる、 玉酢を食い切ってぞ落としける。勘人これを取って帝に奉る。開いて英乱あれば。昔は岩窟のほらに込められて三春の終端を送り。今は香殿の畝に捨てられて古敵の一足となれり。 たといかばねはこの地に散らすというとも魂は再びくんぺんに使えん」とぞ書いたりけるそれよりしてぞふみよば願書ともいい願殺とも名付けたるあな無残や 祖がいまりりだ古国にあるにこそ。とて今度は利口という将軍に仰せて百万ぎを差しつかわす。今度は漢の戦い怖くして古国の戦破れにけり。 味方戦い勝ちぬと聞こえしかば祖父は荒野の中より灰入れて「これこそ古の祖父よ」とぞ名乗る。十九年の製造を送って片足は切られながら腰にかかれて故郷へぞ帰りける。 祖父は十六の年故国へ向けられけるに、帝より賜りたりける旗を何としてか隠したりけん、身を放たず持ったりけり、今取り出して帝の下ざんに入れたりければ、君もんも簡単なのめならず。 君のため太鼓並びなかりしかば大国あまたたまわりその上天諸国という司を下されけるとぞ聞こえし李生慶は故国にとどまってついに帰らずいかにもして 官庁へ帰らんとのみなげけども、うを許さねばかなわず。官王これを知りたまわず、君のため府中の者なりとて、儚くなれる二神が死骸を掘り起こいて打たせらる。そのほか六神を皆積みせらる。 儀これを伝え聞いて恨み不幸ぞなりにけるさりながらもなお故郷をこいつつ君に府中なきようを一貫の書に作って参らせたりければさては不憫のことござんなれとて 父母がかばねをほりいてた「漢歌の祖父は書を狩りの翼につけてキュウリへ送り、本町の安よりは波の便りに歌を故郷に伝う。 彼は一筆のすさみ。これは二種の歌。彼は上代。これは松代。古国、機械ヶ島。境を隔て、よよは変われども。風情は同じ風情。ありがたかりしことどもなり。